長編みのセーターのね、身ごろの延長でしているところになります。横にね、向けてみます。はい、21段目でね、分割して234、はい、今ね、数えてね、最初から数えてね、今31段目がね、もうすぐ終わるというところになっております。はい、そしてね、ここまでこのように編んで、喉のところからね、何センチになっているか測ってみますね。喉から測ると、48センチです。肩のところから測ると53センチになっていますね。はい、そして、私はね、この31段目まで編んでね、ちょうど4玉をね、使ったところになります。はい、今回私はこちらのミッドナイトね、10玉あるんですが、はい、10玉でね、編み終わったらいいなと思ってまして、一旦ね、長さはだいたいこれぐらいでいいかなと思うので、一旦ここでね、お休みしておいて、袖の方のね、延長を編んでいきたいなと思いますね。はい、袖の延長を編んでいきます。それではね、このように構えますね。はい、ここが分割をしたところで、長編みが1段あって、あとはね、横向きに長編みがありますね。ここが分割したところになります。それではね、袖の方もね、同じように延長していきます。まずね、準備をしますね。はい、糸始末できる分残して準備をします。そして、長編みをね、編んでいきますけれども、まずね、ここの黒のところの根元がね、開き口になるので、一旦採寸をしてみますね。26センチほどになっておりますね。はい、私的にはね、ちょうどいいサイズになっています。それではね、編んでいきますけれども、分割をしたところ、ここがね、長編みの足があります。はい、こことここは2目一度したいと思うんですね。ここ2目一度して、はい、進みたいと思います。それではね、この長編みの足のところ、毛糸を2本取って、ここで長編みの途中まで、そして同じ長編みのうちの足のうちの2本をまた取って、長編みの途中、そして全部引き抜いて、はい、ここにね、2目一度しました。次はね、この身ごろの角ですね。はい、角のところにやってきております。ここにもね、はい、1目編みます。はい、そしてここは長編みを編みますね。はい、最初のところにね、2目一度いたしました。そして角の隙間に1目、あとは長編み1目ずつになります。はい、それでね、終わりの方にやってきました。ここがね、角のところになります。鎖編みが見えますね。ここに1目編んで、そして編み始めと同じようにね、この長編みの足のところは2目一度しますね。はい、はい、2目一度しました。そしてね、皆さんはね、ここで目数がね、偶数目になっているか確認しましょう。はい、偶数目、もしね、
奇数目だったら、このね、一つ前も2目一度にして、全体で偶数目に編んでいるかをね、確認しましょう。これはね、袖の入り口のところをね、引き上げの長編みをしたいので、この段階でね、偶数目にしておきます。奇数だったら、ここでね、2目一度もう一つね、やっておきます。はい。はい、それではね、引き抜いて終わりますね。そしてこのコブが目立たないように糸をね後ろに引っ張っておいて1目目をね編んでいきますね。はい、はい、あとはね今までと同じように遮光しない長編みを編んでいきます。そして、試着をしていただいてね、お好きな長さになるまで編みます。手首のところはね、引き上げの長編みで縁編みをしますので、その分を考慮して長さを決めておきましょう。必ずね、試着をしていきましょう。はい、そしてこちらのね、編み始めのしっぽさんはとじ針でね、丁寧に糸始末をしましょう。はい、このね、黒のここにコブがありますけれども、ようにね、繊維を割るようにして糸始末をすると外れにくくなります。はい、通しやすいところだけではなくね、毛糸の繊維を通してあげるといいですね。はい、繊維を割り込んで丁寧にね、念入りに糸始末をしておきましょう。それではね、袖はこのようにね、一番最初と最後に2目一度してね、この脇のもたつきを解消しました。2段目をね、1目ずつ編みます。それから1段目の時は偶数目になっているか確認して、偶数目にしておきましょう。はい、ではね、このようにして左右の袖をね、編んでいきます。はい、袖の延長をね、編んできたところになります。私のね、延長は18段です。18段。そしてね、新しい玉から編んでね、今ね、あと少しというところまでになりました。そして試着をしてね、ちょうど、まあ、手首がもうちょっとで隠れるかなというところまで編んでおります。それからね、遮光しない長編みをしてきているので、ここのところね、最後の目と最初の目ですが、ねじれることなくね、袖も綺麗にね、まっすぐの筒状になっているかなと思います。そして私はね、ここでね、縁編みをしていきたいと思います。はい、袖の延長ね、私は18段でした。皆様ね、試着をしていただいて、お好きなところまでまずここまで編んで、次にね、縁編みをしていきます。今度はね、かぎ針を小さくしますね。こちら8号5ミリです。はい、8号5ミリの、針に変えてね、編んでいきますね。そしてここのところはね、いつも通り、引き上げの長編みの表裏とね、編んでいきたいと思います。まずね、1目目長編みを編みますね。はい、長編みを編みました。そしてこれをね、引き上げ編みの裏と数えておきます。これを裏といたしますから、次表に引き上げます。こうですね。はい、次を裏、
はい、このようにね、一目置きに裏表裏表と編んでいきますね。はい、袖のね、縁編みの1段目、引き上げ編みをね、してきたところです。最後はね、表で終わってると思います。偶数目にね、編み始めに、ね、揃えておきましたので、こちらが表、1目目が裏でね、つじつまが合っていると思います。はい、それではね、引き抜いて進めますね。これでね、1段目が終わりました、はい、それではね、2段目は、1段目とね、同じ見た目になるように編んでいきます。まず1目目は普通にね、長編みを編みます。前の段も同じでしたね、はい、1目目をね、裏と数えます。そして次からはね、下の見た目通りです。はい、表になりますね、はい。そして次はね、裏だから裏。見た目通りに編んでいきます。表を編んでいたから表。裏を編んでいたところに裏。表。はい、このようにね、繰り返していきますね。そして、段数はね、お好みになりますので、試着をしていただいて、好きな長さになるまでね、編んでいきましょう。そして、ここまで終わりましたらね、反対側の袖も同じようにね、編んでいきます。私はここでね、糸を継ぎ足したので、袖に関してはね、片側で一玉と少しということになります。はい、袖の方ね、完成しました。はい。私はね、この引き上げの長編みをね、4段編みました。はい。これはね、お好みですので、はい。何段でもね、お好きな目になるまでね、編んでいただければと思います。はい。私はね、ちょっと長めにしてね、はい。こんな感じに、ね、なるように編みました。はい。次はね、襟と裾になりますが、このね、袖の編み方と全く同じようにね、編んでいきますね。そして、襟のところをね、説明いたします。まずね、ここのところは、一番最初の1段目の編み始めの尻尾さんです。はい。そしてね、ここに毛糸をね、つなぎます。はい。マジックノットいたしますね。マジックノットは、別途ね、説明動画がございます。はい。そちらの動画でね、大変、ゆっくり詳しく丁寧に説明しておりますので、毛糸の結び方どうするのかなという方はね、ぜひそちらの動画をご覧ください。今日の動画の説明欄にね、すぐ下にリンクを貼っております。はい。マジックノットです。はい。とてもね、丈夫に仕上がります。それではね、こちらも袖と同じようにね、袖のね、ここの縁編みと同じく8号5ミリでね、編んでいきますね。そしてポイントなんですが、こことここ分かれているところをね、くっつけるということをね、まずいたします。はい。はい、それではね、この1目目の、土台のところに針を刺して、この糸をね、後ろへ連れていきます、はい、このようにね、くっつきました。そうしましたら、ここからまずは長編みをいたしますね、はい、そして引き上げの長編みをしていきます。はい、最初の1目目、普通の長編みをしました。これをね、裏とします。袖の時と同じ考え方です。そして、次はね、表を編みますね、はい。
そして次は裏。次は表。次は裏。次は表。次は裏。表。はい。このようにね、はい、1目めを裏として表裏表裏と引き上げ編みをしていきます。そしてこのね、袖と同じになりますが、段数はね自由ですから、はい、1段でも2段でも3段でもね、はい、お好きな感じで大丈夫です。ここでいいかなと思いましたら必ず試着をして、見た目のね確認、あと着心地のね確認をするようにいたしましょう。そして、裾なんですけれども、私はね、切りのいいところでね終わっておりましたが、皆さんもねお好きな長さまで編んでいただいたら、あとはこの袖や今説明した襟と同じです。1目おきに編んで引き上げの長編みをして、裾の縁編みといたします。はい、お待たせいたしました。遮光しない長編みで編んだ基本のセーターね、完成しました。はい、襟のところなんですけれども、ここはね私は3段ですね。はい、このようなね見た目になっております。はい、そしてそれもね可愛くねできておりますね。はい、それから身ごろの方ねまた説明いたしますけれども、私はね、最終的にはね分割してから、この長編みの部分はね15段分編んでおります。はい、分割後15段です。そして、ここのね縁編みなんですけれども、縁編みは 1,2,3,4,5,6,7、 はい、縁編みをね7段といたしました。このようにねなりました。そしてここのねところでおよそ1玉使って、最後にねこれだけ残っておりまして、そして、全部でね1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、8玉でね編むことができました。はい、8玉のね残りがこれです。順番にねずっと編んでいって、はい、最後はね黒のところでね終わっております。とってもね気持ちいいですね。そして色がねミッドナイトね、こちらミッドナイトでしたね。とっても素敵なね色合いになったかなと思います。もう一度ねこちらの毛糸、アクリル100で 80g 130m、 はい、これを8玉です。はい、他のね、メランジやメランジトリコ、メランジテイスト、それからパティシエとかね、あとケークなどでもね編むことができます。こちらの糸 130m 8玉使いましたので、参考になさってください。それではね、ざっくりとした寸法を測っていこうと思います。はい、このね、身ごろの、横幅台数がだいたいね54センチぐらいになっておりますね。それからここ7段編みましたが、ここは7段分でね、だいたい8センチか 8.5 センチほどになっております。はい、脇の分割から下を測ってみます。分割後の長さ、およそね、33センチほどになっております。そして、このね、肩のところから裾までですね。はい、首の一番、ここのところ、はい、縁編みのところから測ってみますね。結構ね、丈もね長めになったかなと思います。はい、ちょうどね首のところからは70センチになっておりますね。はい、首
首のね、私は今ね、ここから再生いたしました。はい。感じでね、割とね、たっぷり丈の長い感じになったかなと思います。おそらくね、お尻半分ぐらいはね、隠れるかなと思います。ちょっとね、まだ暑いのでね、ちょっとね、エアコンつけてるんですけど、暑いのでね、試着は控えますが、この後ね、女子マネさんに試着をしていただこうと思います。今回はね、このように遮光しない長編みを使って、基本のセーターを編んでおりました。以前にはね、ミックスケークの、レインボーでもね、遮光しない長編みのセーターを編んでおります。またね、今回パティシエなので手触りもね、また違う感じになっております。そしてこのミッドナイトね、新色でした。とってもね、素敵です。ここにあるね、ブルーやネイビー、黒、ブルー、その色の、ボトムを選ぶといいかなと思うのでね、黒のスカート、黒のパンツ、あとね、ジーンズ、ネイビーのスカート、はい。それから、まあ、グレーとかもね、合うかなと思うんですよね。いろんなね、ボトムスに合うかなと思います。これ1枚でね、とっても暖かいですよね。そして、今回もね、このようにラグランスリーブにしておりますので、脇のところが空いていますからね、大変脱ぎ着がしやすいです。肩を回してね、痛い方にもね、脱ぎ着が楽にできるセーターですので、ぜひね、一着お好きな毛糸で編んでいただければと思います。今回も前編後編と最後までご視聴くださり、本当にありがとうございます。ぜひね、ご感想のコメントなどいただけますと大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。そして、このセーター、編んでみようかな。この毛糸で編んでるよとね、いう方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価、いいねボタンをお願いいたします。また、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会に、チャンネルの方にご登録いただいて、部員さんになってくださるととっても嬉しいです。ぜひご登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。床にね、置いてみました。アトリエね、日差しがいいのでね、ちょっと明るく映っておりますけれども、このようにね、見た目もとってもね、可愛いセーターになりましたね。はい、ラグランスリーブでね、とっても着やすいかなと思います。私はね、この形が大好きです。またね、このトップダウンという編み方はね、剥ぎ合わせがないんですよね。首の方からずっと、袖の途中まで編み、身頃をね、延長します。好きなサイズに編むことができるのでね、ぜひこの編み方ね、マスターしていただければと思います。またこの編み方の動画はね、過去にもたくさん出しておりますので、これを一着編みましたらね、また別の動画のセーターもぜひ編んでいただければと思います。このね、ミッドナイトのお色がとっても綺麗ですよね。ブルー系のハーモニー。とても魅力的なお色だと思います。ぜひ参考に編んでみてください。はい、女子マネさんにね、試着をしていただきました。とってもね、綺麗なブルー系の色合いが広がっております。落ち着いたね、感じです。今ちょっとね、アトリエがね、日差しが強いのでね、少し明るく映っているのかもしれないですが、実際にはね、深みのあるブルーで大変美しいセーターになりました。長編みもね、遮光しないで、まっすぐねじれのない編み地になっています。はい、そしてね、私はそれまで今回ね、ちょっとね、長めにいたしましたね。はい、ダボっとね、着るのが好きなので、皆さんもね、着心地の良いサイズで仕上げていただければと思います。はい、社長さん、こんにちは。こんにちは。うんうん。ペロペロしてくれるの？はい、社長さんね、3泊の研修を終えられてね、いささかね、お疲れのようですね。他のね、同じね、研修に来てきたワンちゃんたちとね、きっと、吠えまくったのかなと思いますね。はい、社長さんね、今甘えてね、私の人にね、やっていらっしゃいました。はい、抱っこしてね、はい。はい、今日もね、仲良く過ごそうね、社長さん。